判決交流についてお聞きをいたします。これは牧山博恵委員、そして鈴木宗男委員からもありましたし、私も11月17日に質問しております。生活保護の引き下げについて、国を訴えた裁判に関して国の代理人となっていた者が金沢地方裁判所の裁判官になり、生活保護の引き下げについて国を訴えたケースを裁判官として担当をしておりました。11月17日法務委員会での私の答弁に、裁判の公平性や職務の中立公正な遂行に懸念を抱かせることがないよう、かつて裁判所において担当していた訴訟に関与しないなどの対応を行っているところでございますとありますが、実際公平性書いているじゃないですか、いかがですか。斉藤法務大臣、法務大臣としての答弁の前提としまして、国側のですね、ご指摘の指定代理人を務めた裁判官出身者がですね、裁判官として復帰した後に担当する事件のあり方につきましては、裁判所において判断される事柄でありまして、法務省としてですね、お答えをする立場にはないのではないかと考えています。でその上でですね、申し上げますと、一般論として放送は法という客観的な規律に従って活動するものでありまして、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場においても、その立場に応じて職責を全うするものであるというふうに考えています。したがって裁判官の職にあったものをですね、いわゆる庶務検事に任命するなどの法曹官の人事交流につきましては、職務上の問題があるとは考えておりませんし、それ自体が直ちに裁判の公正性、中立性を害するものとは考えていないところであります。福島瑞穂君。法務省はわざわざ裁判官に庶務局に来てもらってるんですよ。だから法務省の問題じゃないですか。まず最高裁の問題でもあるけれど、法務省の問題でもある。この交流をやっていることをやめてほしいということですから、第一次的に判断すべきは法務省です。次が裁判所です。